はい、皆さんおはようございます。まいのりです。というわけでコメント返答動画やっていこうかなと思います。よろしくお願いします。まずはですね、アグモンジャさん。自分は始めたての頃は毎日テロハン1時間くらいしてました。テロハンしかない日もありました。最近やっとプラチナ行けたのですが、それでもまだまだ打ち合い勝てないことがあるので、テロハンメインの CG 生活になってます。まいのりさんはプラチナ隊に何かアドバイスできることがあればお願いしたいです。まあなんかプラチナ隊とか行けてるならそこまで、なんかCG のことは分かってると思いますけど、まあ、僕もいろんな、ランク帯の人と戦ったり一緒にやったりとかしましたけど、まあ、そこまでランクするタイプじゃなかったですけど、ただ本当にもうよく感じるのはカバーのスピード、とにかく無駄な死が少ないのが、まあ、上のランク帯の人たちだと思うし、打ち合いしてて1人目倒してそりゃ来るよねっていう強いとかもう瞬時の一瞬のタイミングでカバー入ってくるし、むしろちょっとランク帯がそこまでいかない上じゃない、まあ、ゴールドとかの人たちは1対1で打ち合ってその後カバーが来ないっていうことがあったりして、まあ、カバーなし1人かこの人みたいなこともあったりして、まあ、カバーのスピードはやっぱり違うなとはすごく感じました。それからこっちが攻撃側だった場合はとにかく逃げられる1対1ではなかなか掴みづらいです。相手をもちろんドローン来たら壊してすぐ場所は移動するしとか、まあ、基礎的な基本的な、ね、ことですけど、しっかり挟んで逃げ場所とかも誰かにロックしてもらうとかそういうのしてないとなかなか遊撃潰せないし逃げられるってことがあったりするんで、やっぱり時間の使い方っていうのは違うなっていうのは思いますけど、多分味方の位置見てるし時間も見てるし相手の配置とかもずっと音聞くなりして把握してるっていうのが上のランク帯の人たちだとは思います。もちろん知識の差っていうのもあるかもしれないですけど、マップのね理解度とかそんなことより、やっぱりそういうもっと基本的なところというか考え方みたいなのは違うのかなっていうのは感じたりはしましたね。なので僕もまあいろんな人とやったりしましたけど、そういう上のランク帯の人たちとやるときはめちゃくちゃやりやすいなって思うのは、倒したい敵の報告するとしっかりそこの、ルートロックというかその戻りをロックしてくれたり、ここからじゃあ詰めるから一周詰めてっていう、いい距離感でカバーできるような距離感で詰めてくれたりとか、まあ、とにかく味方を見ながら戦ってくれるし、それからまあ自分の仕事をするっていうのもあるかもしれないですね。遊撃潰すオペレーターならしっかり潰すように動くし、フラグとかそういうの持ってて相手のガジェットを壊せるようなオペレーターだったらもうすぐ壊すし、その3つかな基本的に。まあ基本的にはそういう時間とか味方の位置っていうのを把握してるっていうのと、あとは自分の仕事をしっかり理解してやってるかどうか、あとはもうそのマップの理解度とかそういう知識量っすね。だからそんな打ち合いの強さっていうのはそこまで、まあ、むしろなんかゴールドとかシルバーとか、なんかその辺の人たちの打ち合いめちゃくちゃ強いっていうか、打ち合いでゴリ押して来られたりするみたいな、なんかそんなイメージもあったりするんで、まあこれは本当いろんな人がいるんでね、わかんないですけど、まあそういう印象はありました。はい、そんな感じです。次、ひとつき猫さんかな。ですしない立ち回りが具体的にわからないシルバー隊です。例えばテルミットで壁を破るときリスク管理はどのようにすべきですか。まあまずね、打ち合いで言うと有利不利はちゃんと考えた方がいいかもしれないですね。不利な打ち合いは絶対しない方がいいし、そこは引くべき時はちゃんと引かないといけないので、まあそういうのは基本ですけど、テルミットで言うと周り役とかで言うと相手のガジェットとか常に確認するのはめちゃくちゃ大事です。 C4 で突き上げ役はいないかとか、カメラ役はいないかとか、飛び出しちゃんと味方が見てくれてるかとか、クレーマーで防げるかとか、入ってそこを割りに行く前にドローンとかでちゃんとその周りのガジェットがあるかどうかとかすぐ一番最初にね確認すべきだし、で相手のオペレーターの種類っていうのもなんとなく頭で理解しておくと、あ、パルスがいるならもしかしたら突き上げで割り役倒そうとしてるかも、じゃあ先に割る前にちゃんと下のクリアリングというかドローンで回して、まあもちろん下にいるパルスもねスキャンとかすればどっか逃げていったりすると思うんで、わざと下見に行ってスキャンしてどかしてから割りに行くとか、まあそういう感じで相手のオペレーターの種類と、まあオペレーターの種類分かればやりたいこともある程度予測できたりするんで、それプラスガジェットですね。見ればカメラがあったらもしかしたらカメラ見て飛び出そうとしてるかとか、突き上げしようとしてるかとか、なんとなく予測できたりするんで、それだけでもかなり、死ぬリスクっていうのは
減ると思うんで、まあ、そういうことでちょっとずつ減らしていくしかないですね、リスクは。はい。政治家第97号さん、いつも動画わかりやすいです。ありがとうございます。要望なんですけど、人数不利有利の動き方とか、常にランクで気をつけてることを教えてもらったら嬉しいです。ということで、まあ最近も全然ランクは行ってないですけど、ほとんどアンランクばっかですけど、それでもやっぱ、まあ、特にアンランクの方が人数不利有利激しいというか、すぐ人数不利有利が起きたりするんで、でも普段の動画そういうの、そういう場面しょっちゅうあると思うんで、まあ、その時どうしてるかっていうのは多分テロップとかで書いてることが多いと思うんで、まあ、それを見てくれると嬉しいんですけど、まあ、特に気になったというか、なんでこうしたんだって思うことがあれば、具体的に聞いてくれればその場面とか見ながら解説するんで、まあ、これからの動画多分人数不利とかしょっちゅうあると思うんで、僕はどっちかっていうと死なないような立ち回りばっかしちゃうので、結構残る、最後まで残ったりするんで、そういう時はね、人数不利の動き方とかなんとなくわかるかもしれないんで、まあ、動画を見てくれると、なるべくそういうとこ解説するようにするんで、はい、そういうわけでお願いします。次、スーさんさん、自分ゴールド帯なのですが、打ち合いの際途中しゃがみが癖になってしまっていて、ヘッドラインをしゃがみに合わせる、ヘッドラインをしゃがみに合わせている敵に瞬殺されることが多々あります。途中しゃがみやめた方がいいんでしょうか。まあ、これはもう何とも言えないですね。相手がどこにヘッドライン合わせてるかわかんないんで。ただ僕もしょっちゅう使いますよ、しゃがみは。ヘッドラインずらすっていうことでも。ただ、しゃがむともちろん自分の動きも遅くなるんで、立ってる時よりね。そこはちょっと、デメリットありますけど、ただ安定はするんで、自分のエイムというか安定するし、まあ、ヘッドラインもずらせるので、もう本当難しい、ここは。ただ一番確実なのは、しゃがまずしっかり多動というか、相手にね、頭を狙われないように自分がとにかく動いてっていうのが基本なので、自分が動きながら打つっていう練習はした方がいいかもしれないですね。自分は動いてるけど、エイムある程度一定の場所に打てるようにするとか、まあそこはちょっとまあ難しい、相手にもよるんで。僕はでもしょっちゅうやってます、しゃがみ打ち。ただしてすぐ引いたりとか、まあとにかくもうやりたいことは、自分は敵に弾を当てたい、プラス敵の弾を当たらないようにしたいっていうことなので、まあどういう風にしたいかはもう人それぞれだし、相手がね、しゃがみにヘッドライン合わせてるか分かんないんで、ちょっとこれは難しいですね。誰か答えを知ってる人がいたらちょっと教えてほしいぐらいです。はい、すいません。プレスさん、質問です。ドローン投げた後すぐにドローン操作になるんですけど、動画見るとすぐなってない時があると思うのですが、どうやってるのですか。これはですね、設定で操作のところでドローンの展開だったかな、その辺をなんかアドバンスだったかなに変えると、また今だと違う方に変えれば自分で操作するかどうかっていうのを決めれるんで、まあちょっと説明見ながらやってみてください。あると思うんで、そういう項目が操作のところに設定ですね。はい。またすごい質問なんですが、遊撃は誰も行っていない場合は行った方がいいのですか。これも本当場合によると思いますけど、基本的にはやっぱり行った方がいいと思います。ただ遊撃行っててもただただ死なないだけ、隠れてるだけとかだと意味がないので、まあこの遊撃の仕事っていう動画で遊撃どういう風なことをしちゃうかいいっていうのは説明してるので、そういうことができればめちゃくちゃ現地の人も助かるので、結局同じ場所を2人でね、同じ場所をずっと見てても1人は無駄だったりするんで、まあそれよりはできればね、遊撃行ってちゃんと相手にちょっかいかけた方がいいと思うし、まあそれもでも相手にもよりますね。遊撃しっかり潰してくるタイプも、1人で遊撃してても、もうどうせ相手ドローンも回してめちゃくちゃ詰めてきて潰されるだけだから、きついって思えばもしかしたらまあ最悪こもって戦う方がいいこともあるかもしれないですけど、ただ基本的にはやっぱり行った方がいいですね、遊撃。攻撃側の視点からすると、遊撃一切ない、ボムにドローン回したら5人全員ボム揃ってたってなったら、もうめちゃくちゃ簡単に攻めやすいというか、スピーディーに攻めちゃえるので、なのでまあ簡単に言うとというか、結論ちゃんとした遊撃は行った方がいいです。ただ意味のない遊撃だったら、まあ行っても意味がないので、そこはちゃんと遊撃の仕事っていうのを理解してやるといいのかなと思います。じゃあ最後に熊猫さんのコメント読んで終わりましょうか。新ヨペのイアナオリックスについてどう思いますか。 あれイアナとオリックスって言うんだ、ちょっと読み方全然分かってなかったですけど、オリックスはね、結構僕はシンプルというか、なんか変な、そのなんて言うんだろうな、それこそデコイとかミラマドとか、それなんか変なオペレーターじゃなくて、シンプルに突進とかパッチ登るとか、そういう感じだったんで、僕は好きですね。ただ、めちゃくちゃ強いでしょうね、パッチ登るっていうのは。
プレイマーを置いたとしても見えるだろうし、結構厄介なオペレーターになると思うんで、オリックスはもう絶対強いと思います。イアナはね、僕が一番真っ先に思ったのはもうクリアリングというか策的めちゃくちゃスピーディーに終わっちゃいますよね。あれジャッカルとかなんかより全然早いんじゃないですか。もう怖いものなしですからね、中に入っていって体でドローンのように策的するぐらいの感じでささっと見ちゃえば策的終わっちゃうんで、だからなんかその敵がいる場所に打ち合いに行くときに使うってよりは策的をいるかなっていうところにノーリスクで、まあ策的いけるっていう点ではめちゃくちゃ使いやすそうだし、僕は使ってみたいですね。嫌な、まあちょっと TTS で使ってみたんですけど、ただやっぱり防衛側からするとめちゃくちゃ嫌っすよね、ああいうオペレーターは。なのでちょっと、嫌なは怖いっすね。オリックスに関しては強そう、めちゃくちゃ強そうだけど、まあ、個人的には好きなオペレーターで、嫌なは使いたいけど、CG にいられるとめちゃくちゃ困る感じ矛盾してますけど、まあ、そんな印象だったっすね。ただまあ、罠オペとかじゃなかっただけ少しはマシかもしんないですけど、でもなんか音が鳴るガジェットとか追加されるみたいだから、結局、シージはどういう感じになっていくのかちょっとまあ楽しみではありますけど、はい、まあちょっと楽しみに皆さん新シーズン待ちましょう。はい、ということで今回はコメント返答動画、最後までご視聴ありがとうございました。またこういう感じで撮っていきたいと思いますので次回もよろしくお願いします。というわけで最後までこれ言いましたね、はいありがとうございました。また次回の動画でお待ちしてます。バイバイ。